まあ、今シーズンは完投も4試合あって完封も2試合。ここはランニングスローになりました。町田さん、はい、青柳という選手はドラフト5位で入団してきて、向上心の塊で努力を続けてこの位置まで上がってきました。でその青柳が今年のオールスターで今後自分が成長するために一生の宝だと思うことがあったと言ってたんですね。それがヤクルトの高津慎吾監督にシンカーについて聞きに行ったそうで、青柳のシンカーは中指にかかって投げるので速いシンカーになってしまう。さあ同点を受けた、まずチャンスを作れるかどうか。打球は叩きつけて、すくい上げた打球はアウトです。ここは中野が見事に抑えました。村田さん、ああいった打球、今の難しいバウンドですよね。中野も上手ですよね、今ね、グラブ下から。いや、これも際どいタイミングでしたが、はい、しっかりとアウトを奪いましたね。はい、打ってからスローイングはスムーズですよね。ナイスプレーですよね。あの高いバウンドですと、宮本さん、ピッチャーもああどうかなという思いはあったかもしれませんね。半分諦めますよね、ピッチャーだったら。